慌てる。OK。じゃあね、今日もいろいろね、素晴らしいショーを見せてもらって、ありがとうございました。わざわざ。ありがとう。まあこんな感じでね、まあ今日はですね、大阪のですね、ライブハウスでね、今日は石野さんのライブに、来まして、でまあそれで、ちょっとコメントを取ってもらおうということで、やってまいりました。はい。で今カメラを回してます。ボビー・アートレーザー、はいはい、10周年、はい、10周年とは思えない、もっと長いことやってるんじゃないかとまあ思っていたんだけど、ちゃんと、まあ、ちゃんとっていうか、うん、こういう正式にやりだしてから10年っていう意味、ね、そうですね、ってことでしょ、うん、もう知り合ったのがいつだっけって思ってねさっき話をしてたんだけど、長渕さんのオールタイムベストの少し前ぐらいですね。なのか、うん、なんか、ね、もっと前からね、なんか知ってた気はするんだけど、うんうんうん、でもまあでもそう考えてもそこから考えれば10年だもんね。うん、まあ要するに、うん、結構濃かったような気がしますね。そうね。だから、うん、まあね、あの大阪のベガスバンケットっていうね、うんうん、あの箱でクラブでちょっと知り合って、まあ人の紹介でね知り合って、でそれでボビーが作ってるもの、まあ作品がまあちょっとね、おっと思うものがあったから、実はこれこれこうでどうなのっていう相談をしに、俺と矢野で行ったのかな。ね、最初はね、俺一人で行った。うん、まあ押しかけたよね、多分ね。そうだね。この日やったら大阪来てるから、まあ大阪今度来れる時とかあったら、ね、寄ってくださいねってことで、うん、で年の初めぐらいに1月ぐらいですよ。うんギタークリニックかな、なんかそういうこっちの仕事があって、うん、行くよってことで、そうか、うん、そうそう、そっからそれが90じゃないわ2014年やったのか、うん、5年になったのか、もうその辺はちょっと僕も、うん、記憶が曖昧なんですけど、そっからですね、まあそうね、そういう出会いっていうか、うん、それで知り合ってね、うん、それでアトリエ行って作品見せてもらって、でまあなんかね流れ的にこう、まあ、盛り上がっちゃってね、でそれでちょっとこういう相談できるのっていうね、そこから始まってね、そうですね、長渕さんのステージで使う衣装だったり、うん、その、まあ、小物入れとかね、うんうん、ケースとかそういうのをいろいろ作ってもらってっていうところが、まあ、から、まあ、付き合いがね始まって、で今までだから、まあ、場面場面でね、まあ、ね長渕さんの DVD もに映ってる衣装だったり、はいはい、まあ、そういうものがね、結構ボビーのものが結構あるよね。そうですよね。だから本人があのハープのさ、ハープホルダーの、はいはいはい、ボビーのやつでしょ。そうなんですよ。あれもすごいよね。ずっとね、ぶら下がってるじゃないですか。うん、いや、だからね、なんやかんや、まあ、俺らからしてみたら、ね、なんかこう、ね、お世話になってるっていうか、うん、そのボビーにで作ってもらって、うん、で、俺らそれ、でね、やっぱあのでっかいさ、あの華やかなステージに、うん、まあ、立つときにやっぱそのかっこいい衣装着れることがやっぱ俺はもう気分、うん、テンション上がるしさ、うん、それ嬉しいですよ。そこでね、なんかこうやっぱり俺らのやる気スイッチを一個ね、一段階こう強いスイッチを押してくれるのってやっぱ衣装だったりもするから、これ着れるとスイッチが入るってさ、あのこれ着てさ行くぞみたいな、うん、やっぱそういうのって その最終段階って衣装なんだよね。練習して打ち合わせして、うんうん、あのな何してあれしてっていうこう入るんだけど、うん、ステージにの直前にすることって着替えだから俺らって、うん、だから最後のスイッチってやっぱり衣装だから、うんうん、だからそこでまあ俺はやっぱねボビーにそれをその力をもらってるっていう状態だよね。で俺と矢野はさ、うん、ねあのまあ、富士山の時なんかね、特にそうだったけど、矢野の着たベストもそうだし、俺が履いてたパンツもね、まあ、レザー系の、うん、ジャケットもね、はい、もうボビーだらけだったけど。いや、ほんま嬉しかったですね。うん、涙出ましたよ。うん、いや、でもね、俺もね、やっぱりそのボビーが熱、もういつ会っても熱いしさ、だからその熱い気持ちでこうつながってる者同士で、うん、でなんかこうまあ俺らもなんかそれに対してまあできることないかっていうか、うん、こう
まあ貸し借りじゃないけど、うんうんうん、そのやっぱりね、なんかボビーの気持ちになんか俺らも応えたいなとか、なんか返したいなとか、まあ俺も矢野もまあなんかそういう人間だったりするから、うんうん、なんかそう だから付き合いが続いてるかもしれないね、うん、こうやってね。そうですね、うん、いやほんまに僕もなんていうのな、自分でこういうものを作り始めた時に、うん、なんかこう大きなスポットライトを浴びるような、うん、なんか自分のねものを回っとった人がやっぱりこう脚光を浴びるというか、そういうのを夢見てこういうボビーアドレスが僕始めたよね、当時ね、うん、それをが具現化された時にもう震えましたね。ああでも今ボビーのさ、うん、あの衣装着てるアーティストもさ、ええ、もうねいろいろいるじゃない。なんかね、フェイスブックとかさ、ええ、SNS で見ると、ええ、俺らもすごい嬉しいしさ、ええ、あのヒーゼとかシビさんとかさ、ヤカヤ君とかさ、ね、なんかまあみんな俺らまあ仲間だったりするじゃない、うんうんうん、でもね、なんかこうボビーのテイストっていうのはやっぱりそういうロックンロールフィールドっていうか、うんうん、そこにはすごくやっぱ合うから、うん、だからなんかね、俺らのそのファッション感っていうか、うんうん、そこになんかこうもういい感じで存在してるよね、ボビーのテイストってね。いや俺だからすごいいいなと思うしね。だからなんかこうこれがねもっと広まって発展して、うんうん、まあ一人でやってるから限度もねあると思うけど、まあね、あのこれかっこいいもんっていうかさ、このまあすごい衣装界のね、なんかこうに一石投じる感じでさ、ね、あの俺らもできる協力バックアップっていうか、うんうん、なんかそういうのしていきたいなっていう、うん、もう思うようななんかこう関係性だよね、うん、ありがとうございます、うん、いや本当にもうおっしゃる通りで、もうほんまにパワーを僕はもらってますし、これからもどんどん活躍してください。でね、まあ、一緒にね、はい、あのいいものを作って、はい、いいものを共有して、はい、刺激し合っていければいいよね、はい、いやこちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。一郎さんでした。ありがとうございました。